はい、ありがとうございます。先ほどまでは中島さんが大学卒業して、うん、具体的に今まで何をしてこられたのかっていうお話をいただいたんですけど、はい、この動画では今何をしているのかっていう話をしていただきたいなと思ってまして、はい、改めて、はい、今どこで何をしてるかっていうお話をお伺いしてもいいですか。はい、わかりました。認定 NPO 法人ベリーフィフティっていう高校生向けのいろんな教育事業をやっている会社で、僕は営業担当として商品を売ってるって感じになりますね。あ、そうなんですね、はい、じゃあ NPO 法人で今営業されてらっしゃるような感じですね、はいはい、ちなみになんですけど、僕の勝手なイメージで申し訳ないですけど、はい、NPO、NGO って、はい、そこまで営業にリソースと人を割けないから、はい、そこまで優秀な営業担当者って入ってこれないのかなってイメージあるんですけど、うんうんうん、実際どうなんですか。一般的な NPO、NGO っていうのは寄付に割と頼っていることが多いのかなと思うんですよね、うんうんうん、で、そうなってくると資金はそっちから取って営業がいるというよりは寄付で得た資金を使って活動する人たちにリソースを割くっていうのが一般的かなと思うんですけど、ベリーフィフティの場合は寄付はいただいてはいるんですけど、そこに頼っているというよりはちゃんとビジネスとして回すみたいなところがあるので、営業にもリソースを割いていて、ビジネス的にちゃんと回していこうとすると営業もそれなりにちゃんとそういう営業をしなきゃいけないので。いや、おっしゃる通り、はい、これめちゃくちゃ難しいところで、はい、営業担当者ってビジネスを取ってくるところが一番重要なんですけど、はい、一般的な NGO とか NPO は寄付っていうところをもらってそれを事業に投資をしちゃうんで、そうですね、営業担当者のリソースっていうのは全然確保できないですね。そうですね、そういう課題をちゃんと解決されてるんですね、ベリーフィフティさん。そうですね、 NPO でやるっていうスタンスが、寄付が欲しいからっていうところというよりは、社会のみんなを巻き込んでいくために NPO としてやっているっていうところがあるので。なるほど、はい、じゃあ先ほどビジネスで回されてるっていう話あったと思うんですけど、はい、どういったところでお金が生まれていくような形になるんですか。基本的には高校の1年間の授業を毎週1コマこの授業をベリーフィフティさんお願いしますみたいな形でいただくパターンだったりとか、あるいは修学旅行をですね、はい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 、ちょっとアレンジするっていうところでいただくとか、あとは個人の高校経由ではなくて個人で高校生で興味を持ってくれた子が参加するプログラムっていうところでお金をいただいて回しているような形になります。なるほど、じゃあ大きく分けると事業としては2つあって、はい、高校に対してのアプローチする方法と、はい、あと個人に対してアプローチする方法があって、法人に関してでいうと週に1回みたいな形で授業をする、はい、それに対してのプログラムみたいな、これでお金をもらえる方法と、はい、あとは修学旅行とかイベントみたいなところに対して参加してもらえる方法、はい、で個人に対してで言うとベリーフィフティで持ってるプログラムに参加していただいてそこに対しての費用が発生するみたいな感じなんですね、はい、なるほど、面白いですね、はい、ちなみに公立ですか私立ですか。私立です。あ、公立は難しいんですね。ちょっとやっぱり時間がかかりすぎちゃうっていうのと。確かにね、はい、なるほど。ちなみになんですけど、はい、私立の高校生に対してベリーフィフティさんがある一定の頻度で授業を行うっていうことなんですけど、はい、どういった授業を行うんですか。基本的にはですね、我々の大きなコンセプトとして言うと、うん、やりたいことがなかなか見つからない世の中の中で挑戦したことないことに挑戦する力、僕たちのことは一歩力って呼んでるんですけども、うんうん、一歩力を鍛えるっていうところをすごく主軸に置いてやっていますと、うんうん、でその中で例えばいろんな高校が必修になったんですけど、探究の授業っていうのを必修にしていて、うん、各高校で探究の時間っていうのがあるんですよ。科目で科目であります。総合的な探究の時間っていうのがあってですね、その時間で基本的には文部省も同じようなコンセプトで自分を探すとか世の中に出ていく力みたいなのを養っていくような時間になっているんです。実態としてはなかなか高校だけでやりきるっていうのは難しいので、はい、そこを我々がサポートして社会と教室をつなぐような形で高校生が外に出て教室の外で自分の強さだったり個性を身につけるみたいなところを目指してやっていけるようなプログラムっていうのを作っていますね。そうなんですね、はい、じゃあ自分は何がやりたいのかみたいなのを実際そのプログラムを通じて理解してもらったりだとか認識してもらうっていうところで入られてるようなイメージなんです。そうですね。そうなんだ、はい、一番衝撃だったのは探究の科目があるっていうところだったんですよね、はい、今年からですね、まあ、確かにそのニーズに対して先生たちは何をしたらいいかっていうのが分かんないですもん ね、うん、ですね、新しい科目なんで。そうですね、じゃあそこに対して入り込むっていうのは確かにいいビジネスですね。そうですね、ただ一方でプレイヤーも多いというか、まあ、そっか、社会起業家の方もいらっしゃいますし、そうですね、そこの母体数がまだいるん で、うん、 そ、 うでね、そこの競争はあるって感じ。そうですね、なるほど、そうなんですね。で実際そういった形でアプローチしてると思うんですけど、私立の高校とかにはどうやってアプローチされてるんですか。今はですね、先生が集まるイベントに参加をするとかもそうですし、先生が集まるイベントがあるはい、先生がよく見てるサイトっていうのがあって、イベントを掲載できるんですけど、そういうところに出ているイベントに行くだったりとか、あるいは学校に電話をしてこういうものですみたいな、うん、NPO 法人とは思えない営業の仕方してる民間企業ですね、それは。いやでも本当そうですね、だってあるターゲット層に広告を打つであったりだとか、はい、多分それって費用対効果もちゃんと出すと思うんですけど、うん、それに対して効果どうだったのかみたいな、そうですね、ところでコンバージョンとかも全部考えるんですもんね。そうですね、すごいですね。ちなみにちょっと聞いてみたいんですけど、私立の学校に電話でアプローチする、はい、するとして、はい、何件に1件アプローチ取れそうですか。10件に1件
件ぐらいは。え、マジですか、はい、結構高いですね。話聞いてくれます、はい、そっから話を聞いてもらって、その10件に1回の中 でさらにその件数に対してどれぐらい実際やってみようってなります。実際やってみようまでいくと100件に1件、100件に1件もっと低いですね。まあでもそれぐらいでも普通の営業ですからね。そうですね。そうなんだ、はい、なるほど。それは全国でやってるようなんです。あ、でも基本的には首都圏というか地方都市か首都圏みたいなところを今狙ってやってますね。なるほど、ありがとうございます、はい、この動画を流す時には僕も関市っていうところに100万円寄付してるんですけど、はい、ちょっとそれ同じ課題出そうかなと思ってて、子供たちにアプローチします。僕が例えば100万円ベリーピッティさんに寄付させていただくとしたら、その100万円どうやって活用しますか？プログラムを運営してる中でよく思うのは、お金のある高校生たちっていうのはいて、その人たちには届けられるものがあるんですけれども、お金のない子供たちというか、例えば私立公立でいうと公立に通っている高校生たちに対して本当はもっとアプローチしたいなと思うところがありつつも、授業的に回らないので今私立でやっているみたいなところがあるので、そういう寄付金とかをいただいた場合は、公立の高校生じゃないですけど、なかなか経済的にこういうプログラムに参加できなくて、でも意欲がすごいある子たちに参加してほしいなと思うので、いただいたらその100万円でその子たちにプログラムを提供できるようにしたいなと思いますね。なるほど、はい、ぜひね、僕的には市にアプローチをしてもらいたいなと思いますけどね、はい、本当は市町村とか地方自治体がちゃんとそれを率先してやるべきなんですけど、はい、そういう考えを持ってる人たちっていうのは地方にはなかなかいないんで、うん、そうね、そういったところにぜひ入り込んでもらいたいなと思いますね。ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます、はい、ここから2点また聞きたいなと思ってるんですけど、はい、中島さんが今後どうなりたいかっていう部分と、ベリーフィフティとして今後どうしていきたいか、まあ、これは中島さんがどうしていきたいかっていうところの2つ聞いてみたいなと思ってるんですけど、はい、まずベリーフィフティに中島さんが参画して今後どういうことをしていきたいとかって考えられてます？めちゃくちゃいっぱいありますけど、うん、僕的にはやっぱり営業担当として入っているのは僕が1人目みたいなところがあるので、うん、めちゃくちゃいいサービスなんですよ、うん、自分で言うのもあれですけど、めちゃくちゃいいサービスなんで、ちゃんとこれをもっといろんな人に届けていきたいっていう思いがあって、今だいたい年間で1200人ぐらいですね、高校生に届けられているんですけど、これはちゃんと年間1万人に届けられるようにしていくっていうところは目指していきたいなとまず思ってるところですね。じゃあ今の状態から10倍を今後は目指していくっていう感じですね。はい、そうですね。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ個人的に中島さんとして今後どういう風になっていきたいですか？まずやっぱこのベリーフィフティで1万人っていうところをちゃんとやり遂げるっていうのは一つあるんですけど、もう一個やっぱり思っているのは、アフリカに戻りたいっていうのは個人的に実は思っていて、アフリカで自分で起業していきたいなっていうのは思ってますね。なるほど、じゃあそういった形で今はベリーフィフティとして参画して自分の立てている目標っていうところにちゃんとコミットしていくっていうところを目標にするものの、長期的なところでいくとアフリカで何か事業したいなっていう思いがあるって感じですね、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にっていうところで3つお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、バックパッカーでも行かれましたし、アフリカ縦断とかもしてたと思うんですけど、海外を見てきたからこそ日本っていうのをちょっとどう見えてるのかっていうのをお聞きしたいなと思ってまして、はい、日本ってどう見えてます？僕は日本好きなので元気にいろいろやっていきたいなと思う一方で、僕も含めてだと思うんですけど、なかなか元気がないなっていうのは感じるんですよね。いろんな挑戦が許されているような環境でもないし、若者が海外にどんどん出ていくみたいな感じでもなかったりするので、少し元気がないなっていうのが僕の印象かなと思うので、そこをなんかみんなで元気にやっていこうよって個人的には思ってますね確かにそうですよね、はい、僕もアフリカから日本に戻ってきて、はい、久しぶりに東京の満員電車とか乗ったんですけど、はい、みんな落ち込んでるかもしれないですよね、はいはいはい、そうですよね、うつむいてて、はい、すごいなってすごい思った印象あるんですけど、そうですね、まあ、そんな感じですかね。そうですね。あとやっぱ上の世代が多いじゃないですか、日本って上の世代が多い中で、それを破っていく若者がどんどん出てこないといけないと思うので、そうですね、まあ、良くも悪くも保守的みたいなところありますよ ね確かに、はい、はい、ありがとうございます。2点目お聞きしたいのが、国際協力っていう形で、まあ、グローカルってワードをあえて使ってるんですけど、はい、中島さんにとって国際協力って何だと思います？個人的には自分のためにやらなきゃいけないと思うんですよ、人生、うん、いろんなことを自分のためにやる中で、それが誰かの役に立てばいいなっていうところがあると思っていて、国際協力ってよく人のためみたいな文脈ですごい語られると思うんですけど、個人的にはお前のためにそれをやりたいのかっていうのはすごく重要だと思うので、国際協力とは何かっていうと、自分のためにどれだけ人の役に立つことができるかっていうところかなと思うし、その方向で僕はやっていきたいなって思いますね。なるほど、ありがとうございます、はい、確かに国際協力っていうワードだけ言うと、人のために何か無償の支援とかね、うん、そういうイメージがあるんですけど、あくまでも自分が何か起こせるアクションの中で誰かを幸せにする、ね、誰かにインパクトを与えられるっていうのが中島さんにとっての国際協力って考え方ですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあ最後に、中島さんみたいにね、アクティブに動かれてる方はいっぱいいるわけではないと思うので、はい、今後国際協力とか海外とかに興味がある人たちにアドバイスするとしては何ですかね？よく思うのは、自分の人生をパッと振り返った時に、逆算的に何かを目指して行動を起こしていたタイミングが多いというよりは、例えばアフリカに興味があったからただアフリカに行ってみたとか、振り返ってみるとそういう一つ一つの点がつながっているなと思うので、今興味があることにどんどんチャレンジしていくっていうことが重要かなと思いますし、コロナの中でなかなかできなかった人も多かったと思うんですけれども、少しずつ海外も開いてくると思うので、
で、とりあえず興味があることに飛び込んでいくってことに積極的になってほしいなと思いますね。なるほど、ありがとうございます、はい、確かにおっしゃる通りで、興味があったらすぐ行動してほしいっていうところと、今海外がコロナでね難しくても日本で頑張って活用されてる方もいらっしゃるん で、興味がある方はぜひベリーフィフティの概要欄にリンクを載っけておきますので ありがとうございます。ぜひ確認してもらえたら、そしたら中島さんが対応していただけるんですかね。 もちろんですはい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さん行動してもらいたいなって思います、はい、はい、ありがとうございます、まあ、今日はですね、国際協力の中でも大手企業とかアフリカでの事業っていうところも経験されていて、今ビリーフィフィティっていうところで積極的に活用されている中島さんにお越しいただきました、はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。